レットビズ。NASA アメリカ航空宇宙局は13日火星探査車キュリオシティが2つの時間帯に火星で撮影したモノクロ写真に色を付け結合させたパノラマ写真を公開しました手前に写っているのが探査車キュリオシティです撮影されたのは高さ5キロメートルの山のふもとで 右側の青い方が火星の現地時間4月8日午前9時20分に撮影されオレンジの方は午後3時40分に撮影されましたこちらは色が追加される前の写真です火星の大気中に塵が最も少ない冬に撮影されたことによって影が鮮明に映し出されたということですまた NASA は今月から 火星での暮らしを想定した居住実験施設で、参加者に1年間、科学実験などをしながら生活してもらい、多様なストレスが心身に与える影響の調査を始めるとしています。